さて始まりました、もちさんチャンネル。さあ、早稲田明治芝浦工大広まる100分授業の高と在。一部学生からの不満と大学側の新たな悩みとはってやつですね。はい。まあまさに、武田塾豊洲校のね、講師たちと話すとよくわかるんですけど、まあ早稲田も明治も芝浦工大もいるんで、100分になったところが増えました。はい、100分授業になって、で、それで、授業の回数が減るんだよね。その分ね。はい、90分のこう、何コマっていうのを100にすることによって、1個ぐらいですね、減らすことができるんですよ、校が。で、なのになんか早稲田夏休み長いのに明治は長くねえっつって、どういうこっちゃって言って、早稲田と明治の人がね、みたいなことを言ってたんですけど、はい、これまで大学の授業期間といえば半期で90分授業を15回行うのが主流、最近は100分14回に変更する大学が増えてきたと。まあ東大もともと長かったんで、僕はなんかそれに慣れてないわけじゃないんですけど、2017年に明治大学や芝浦工業大学が100分授業導入、その後は上智、法政、立教、早稲田などが続いたと。背景にあるのは大学教育の質的転換に向けて13年に大学設置基準が改正され、多様な授業期間の設定が可能になったこと、うん、ただ100分授業に対して総授業時間が増えた、昼休みの時間が短くなったなど学生から不満の声が目立つという報道もある。早い時期に100分授業を導入した明治大と芝浦工業大学に導入の理由や学生らの反応を取材したと。まあこれはね、いろいろあるんだよね。言いたいことは、そもそも昔は大学なんて授業回数守ってなかったですから、先生たちね、全然もうさ、7月授業1個もありませんとかっていうのはね、普通にあった、たくさんあった。でもその後に文科省がすごく厳しくして、必ず全部やってくださいと、15回。だから自分が教える側になった時はもう必ずやってくださいと、もう休校しないでくださいっていうので厳しい中、はい、やりました。でまあそれやっちゃうとさ、夏休み期間がね、今までその教授たちがさ、すごいさ長くできてたのがさ、できなくなっちゃって、ブーブーっていうのもねあったと思うんですよ。まあただ他にもいろいろあると思うので、ちょっと見てみますね。100分授業について大学生と思われる SNS では、あー100分授業長いな、1コマ100分だからよく寝ていた、おおよく寝ていたってダメじゃん、100分授業マジか、その代わり長期休暇が長いのありがたい、ちなみにひいちちゃんの大学生の娘も100分授業を受けているが、グループディスカッションなどのアクティブラーニングを取り入れた授業であれば集中力は続くが、教員の話を学生が一方的に聞く行為だとかなり長く感じられる。そうでしょうね、つまんないと思いますよ。はい、明治大学100分授業を導入してからもう6年、そんな経ったんだね。大学が授業についてどう考えているのか、最初の頃は90分から100分だったことで学生にも戸惑いがあった、今は不満を聞きません。明治大学教務担当副学長千田さんですね、はい、教授は言う、それもそのはずで、明治大学が100分授業を導入した理由は、教育に多様性と国際性を取り入れるだけでなく、学生にも教員にも不評だった休日授業実施日をできるだけなくすためだった。あ、そうだ、休日に実施してたわ、そうだ、15のためだったから、そうそう、15回必ずやんなきゃいけないから、だから月曜の先生がね大変だったんだよ。これも塾もそうだけど、月曜は休みになることが多いわけじゃないですか。でも休日に授業しなきゃいけないってなってたわ、やってた、そうだ、はいはい、ありましたね。2000年、祝日を本来の日付から特定の月曜日に移動させ、土日と合わせて3連休にするハッピーマンデー制度が施行されると、大学の授業期間について問題が発生した。そうだよ、ハッピーマンデー制度とかも超久しぶりに聞いたな、この単語。90分授業を15回行うためにはどうしても休日に授業を行う人が出てきたと、うん、特に月曜の祝日に授業を実施することが非常に多かったそうですね。それでもスケジュールを調整しきれず14回にせざるを得ない科目もあった。その状態おかしいし、アンケートを取ると同じように感じている学生も多かったことが分かりました。そう、歩行してたわ、よく。明治大学が総合的教育改革の一環として100分授業導入を検討し始めたのは12年、そして17年、90分15回だった授業を100分14回に変更、それによって授業回数はどの科目も14回に標準化、平準化だった。休日授業実施日がなくなったわけではありませんが大幅に減りましたと。ああ、まだあるんだ。学生にも好意的に受け止められましたとさらに春学期と秋学期長めの休みを設け、学生の主体的な活動を行える期間を創出した。それでもまだ短いのはなぜ。春はゴールデンウィークを含む期間、秋は学園祭の時期に学生が活動しやすいように授業を行えない日を設定しました。ああ、なるほど。これも学生から非常にいいという意見が多かった。まあ慶応はね、昔からね、見た際の期間は1週間休みになるからね、違いますよね。でそれで旅行に行く人とかも多かったもんね。まあその期間私めっちゃバイトしてたけど、休日が増えただけでなく、授業時間も1350分、90分 ×15 回から1400分、100分 ×14 回で50分増えたことになるわけですね。ただ本学のルールでは、総授業時間は1350分でいいことになっています。残りの50分は授業時間に入らない試験を実施したり、最初の授業をガイダンスにして中間の50分で切り替え、時間割が重なっている2つの授業のガイダンスを学生が聞き、どちらを履修するか決めさせている学部もあります。そうすると1350分になる。ただ実際に私の
の授業もそうなんですが、1400歩行っている授業が多いと思います。あー、だから慶応とかはさ、最初のオリエンテーション期間って半分に分けるんだよね。三田はやってんだっけ、日吉は少なくともそうだったよね。45分45分で分けて、前半と後半で2つの授業を聴講できるようになってますよね、最初の時に。それによってどの授業にするかを決めるっていうので、確かやってた。45分だっけ、40分40分だっけ、なんかまあ移動時間いるもんね。なんかそういう風にしてたなっていうのは記憶にありますよね。はい、どうです、皆さんのところはそういう風になってますか。で、だってオリエンなんてさ、めっちゃ短かった記憶あるもん。なんかもう数分で終わる授業とかいっぱいあったよね。本当に。なかったですか ?5 分とか10分で終わるやつ。僕なんかそういうのいっぱいあったんで。で、自分も大学で教えた最初の時、それやったんだけど、どうもダメみたいだったから、ちゃんとやりました、その後。はい。すぐ終わらせるっていうの。え、しないの?そういうイメージだったんだけど。俺の大学時代の授業ってと思ったんだけどね。今はちゃんとやんなきゃダメですからね。で、10分長くなった授業を学生が我慢できるかという議論は100分授業を導入する前にかなりした。これについてはもう90分授業時代の知っている学生がいないと、ああ、そういうことということはありますが、授業時間が長いという不満は聞きません。私の感覚でもゼミなどでは10分伸びて余裕ができました。授業が休み時間に食い込んでしまうことも少なくなった。導入当初のアンケートは授業の理解が深まったという学生の意見もありましたと。なるほどね。学校でさ、まあその現役でもうそのまま入って予備校とか行ってない人だったらね、50分しかやってないからさ、辛いよね。50分授業とか45分授業の人たちがさ、100分はきついよね。でも予備校とか通ってればね、塾予備校だったらまあ90分だから、まあ10分長くなったぐらいでってあるかな。あ、でもまあ塾予備校のやつは90分で面白いもんね。やっぱ一方的なのは疲れちゃうよね。一方、当初体力的に疲れる、帰宅時間が遅くなるという否定的なアンケートも多かった。そうなんだよね。そう、10分伸びるってことはさ、それだけ終わる時間もね、遅くなるわけだからね、うん、帰宅時間が遅くなるというのは客観的にその通り、授業が終わる時間が後ろに伸びましたからね。なのでアルバイトやサークル活動のスタートが遅くなるという声もありました。大学は17時に終わる4次元までに、4次元が17時か、確かに遅い。多くの科目の授業を設定するとともに、20時40分に終わる6限の授業がほとんどないよう時間割を工夫して。20時40分そんなんなかったな。外国語学校の授業の時間ですよ、それも。大人とかが学ぶね、慶応では。学生たちもこの時間割に慣れてしまうと不満の声を聞かなくなりました。いい、そうなんだ。朝何時に始まるんだろうね。だから慶応の SFC は朝始まる時間が遅いんで、その分昼休みがないんですよ。すごくないですか、昼休みないんですよ。で、90分に戻したら学生は怒る。一方、明治大学と同じ17年に100分14回を導入した芝浦工業大学は、私立の理工系大学としては唯一文部科学省からトップレベルの国際化の取り組みを推進するグローバル大学創生支援事業の補助金を受けている。そうですよ、芝浦ってすごいんですからね。 あんまり知られてないですけどね、地方の人たちには。それによってコロナ前は年間約1600人の学生が留学していました。100分14回授業を実施することによって、従来よりも2週間長い夏休みを設定でき、海外協定校の学生とのプロジェクトチームを結成して、様々な課題の取り組むグローバル PBL プロジェクトベースドラーニングなどに余裕を持って参加できるようになりました。おー、なるほどね。そういうことができるようになったってことなんですね。いいですね、それはね。で、これが当時の大学執行部が100分授業を導入した一番大きな理由だったんだって。イノベーション推進センターの柏原信久教授、さらに情報システム部の鈴木部長は付け加える。学生たちは長くなった夏休みを利用して、海外研修やプログラムやグローバル PBL などのスケジュールをびっちりと組んでいきます。本学ではそれが完全に定着している。なので、もし仮に授業を90分55回に戻すったら、学生は怒ると思います。おー、なるほどね。一番の不満は昼食時間。明治大学と同様、6次元の終了時刻が遅くなった。それはそうです。もともと学生実験など夜遅くまで学校にいることが多かったので違和感はない。一方、明治大と違って昼休みの時間についての不満の声が上がったと。100分授業導入時に昼休みを40分に設定したんですが、さすがにきついという意見、学生や職員から出て、翌年度から50分に伸ばした。おー、なるほどね。まあ、ご飯食べる時間とかさ、すごく混んでたりするからね、そこがまあ結構厄介っていうことはありえますよね。学食がすごい並んじゃったりすると。まあ、ただあれなんでね、学食もね、並ぶやつっていうのは時間が経つとね、そう、学校行かなくなる人がいっぱい増えるから空いてきたりとかっていうのはよくあるけど、うん、昼休みに、生協食堂が混み合うことが予測されたため、大学はあらかじめ別の場所での弁当販売を生協に依頼、はあ、キッチンカーを呼んだり。なるほどね。できる限りの対応したと。今はもう弁当販売やキッチンカーは完全に定着。よくキッチンカーを私も利用すると言って。当初、大学が100分授業の導入によって学生たちからクレームが寄せられることを心配。
ところが不満の声が上がったのは昼食ばかり。で、芝浦工業はアクティブラーニングが進んでいる。で、それが7、8割。その上で、学生がアクティブラーニングを行うことによって、いろいろできるよって。まあ、ね、アクティブラーニングであればね、つまらなくないよね、100分授業も。まあ、一方通行のオンライン授業はね、つまんないかなと思うんですけどね。はい。まあ、コロナ禍はね、その100分授業になったところで、倍速にして、50分で終わらせてたよっていう人もいたしね。なんかこうね、それを2台使って、2つの教科を2倍速でとかってやってる人いましたよね。おい、みたいなね。そう、100分使って、その4つの授業を終わらせるとかっていうね、見たことにするっていう人もいましたよね。あ、ただ、大学によっては早送りできないようにしてる大学もあるって言ってたけど、皆さんはどうですか？ぜひ100分授業になって、こうです、みたいなね、思った方いらっしゃいましたら、はい、ぜひともコメント欄でご意見をお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.